ビビ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 やっぱさ、さっきさ、電波組インクのさ、電波組インクのさ、曲を聴いてたのよ、久しぶりに。久しぶりに電波組インクの曲を聴いてて、電波組インクはね、俺、なんて言うんだろうな、好きっちゃ好きなんだよな。好きっちゃ好きなんだけど、好きっちゃ好きなんだけど、なんか、その、普通な感じ。なんか別に、その、名前だけ知ってて曲がいいから知ってるみたいな感じ、そんな感じなんだよね。か、ヨネズみたいな感じだわ。そんな感じなんだけど。そんな感じなんだけどね。まあ、電波組インクはね、WWD だったっけ ?WWD っていうあの、曲と、その後に見る桜アッパレーションの、この2曲連続で聴くのが、電波組インクはとてもいいんだよね。それをね、ちょっと言いたくて雑談を始めたわけではないんだけど。まあ、そんな感じのね、曲を聴いてましたね。いやー、いいですね。やはり、生きる場所なんてどこにもなかったっつってね。あの歌詞いいよな。あのさ、生きる場所なんてどこにもなかったんです、私たちみたいなさ。あの、何この、何マイナスからのスタートなめんな、みたいなさ。ああいう歌詞はね、やっぱ強いよな。やっぱ強いよな。ああいう歌詞はね。強い。本当に。なんかこう、ぐっと感情ね、持ってかれますからね。やっぱりね。まあ、全体的な曲作りという点において俺はあんまり WWD は好きじゃねえんだけどさ、そのワンフレーズか2フレーズの強さでもって成立してる曲だよな、あれな。そのテーマだけでもって成立してる凄まじい曲だわ、あれは。 WWD だったっけ、ちょ覚えてねえわ。あれはいいよな、あれ。よくてさどうもしめろです。さあ始めておりますが、で、その後にね、桜アッパレーションを見るのよ。そのさ、なんか重いさ、テーマを、さ、重いテーマを歌う曲、WWD、その生きる場所なんてどこにもなかったんだと、私たちみたいな。私たちの過去はひでえもんだったよ、みたいな。もうマイナスからのスタートなんだけどよ、つって、私たちはでっけえ夢持ってんだよ、っていう、重い歌詞を聞いた後の桜アッパレーションの良さな。その、なんだろうな。このドマイナスのテーマから、もうなんか桜アッパレーションってさ、もう何なんだろうな。もう、あれはね、もう全部許された世界観みたいな、その生きる場所を見つけてなんかふわふわやってるようなね、世界の歌だから、ミュージックビデオの作りもそうだし、なんかもう、ふわーっつってかね、生きる場所見つけてここにいて生きてますみたいな感じのさ、曲だからさ、その対比がね、とてもいいよね。どっちが先に公開されたかとかは知らないけど、その対比がとてもいいわ。そのマイナスからドプラスに、ドマイナスからドプラスに行ったところの歌っていう感じのね。これ逆にするともう重くて死にそうなんだけど、これ、マイナスからプラスへの曲を聴いてるととても気分がいいですよね。あれはね、電波組インクはね。いいですよね。その曲を聴いてね、さっき元気をもらってました。配信する元気をもらったわ、俺は。あれよ。俺はさ、そんなさ、生きる場所どこにもなかった人間ではないから、俺生きる場所はどこにでもあったのよ。ただ、ことごとく俺に合わなかっただけというか、俺がそこで生きるのを拒否しただけだから。なんだろうな。なんかそういう、なんか、俺もさ、その、実感できるよな、みたいな、その、なんだろうな、そういうところはあるんだけど、じゃあ、あの人たちほどマイナスではないんだよな、俺はな。言うてね。あの人たちほどマイナスではないから、電波組インクさんたち以上にマイナスではなくて、まあ、強いて言えばゼロみたいなところには。ゼロでもないけどな。ある程度プラスなんだよな、言うて。多分俺は。俺の人生ある程度プラスなんだよ。なんかね。ある程度プラスなんだよな。ある程度プラスで、で、なんかそのプラスの上で、さらにプラスは積み重なってて、で、ただそのプラスがね、なんかプラス1って感じのプラスではなくて、なんだろうな、プラス i みたいな感じ。その、関数なんだよな。俺の人生に足されてるプラスってさ、関数なんだよ。変数か関数か。なんか、その、x 足す y、の、事情の、B みたいな。デルタみたいなさ。デルタ I みたいな感じの。デルタ愛情みたいなさ。そんな感じのさ、プラスがされてるからさ。なんか普通じゃねえんだよな。普通。普通の人ってさ、なんかわかんないけどさ、普通の人って言ったらいかんけどさ、なんか、
プラス1とかさ、プラス2とか、プラス10、100、1000みたいな感じのさ、そういう感じのプラスの積み方すんじゃん。普通の人ってさ、わかんないけど。小学校で成績良かった。高校も普通だった。で、大学に行って、卒業して、で、何？あれ、就職して、みたいな。そんな感じの、そういうプラスを積んでいくじゃん。俺、そういうプラスの積み方してないからさ。なんか、X をもらいました、みたいな。X って何？みたいな。X をもらいました。高校で X をもらって、みたいな。もう、高校はゼロみたいな感じの。高校で X をもらって、大学でデルタと I をもらって、で、その次に、何？オメガをもらいました、みたいな。何これ？みたいな。これ、どう組み合わせんの？みたいな。そういう感じの積み重ね方をしてるわ、人生を、俺はね。だから、これね、きついのはね、それらを組み合わせて、その公式にしていかないといけないんだよな、俺の人生ってさ、公式にしていくみたいな。その、オメガとかその辺を加えて、カッコ、何分の6みたいな感じの、そういう、のをしっかりとした格子に積み重ねていくと、俺は凄まじい爆発の仕方をするんだけど、どう？それのね、格子、俺計算苦手だからさ、俺暗算とかできないからさ、そういう、その格子をもらったところで、その記号をもらったところでさ、俺、これどう入れればいいのみたいな、そんな感じになるんだよな。そんな感じの自分語りをしている、こんにちは。